もみんな好きとかそういうのが多い。あ、先生メガネ外して変な顔。いいですよ、ペローン、うん、ペローンです。目が長いの、ね、もうそういうのいないんで。ちょっと、あ、いらないですか、いらないですか、うん、はい、はい、大志くんお願いします。大志くんの未来のお嫁さんどんな人かな、予想して、どんな人か、まあ、正直どうでもいいけど、人間がとってもできた人。そうね、相当優しい子だろうね。だってこいつが性格悪いからさ、相手ができない。でもね、母親に似た人を選ぶって言うから、プロレスラーかな。WWE のプロレスラーかな、ね、いや、そういうこと言うなよ。正直、日本のプロレスラー、うん、ジャガーさんも綺麗とは言えないけれども、綺麗な方なんですよ。まあ、でもレスラーは嫌だかな。でも、いや、嫌だかな。ね、女らしい人が多いんだよ。確かにそうなんだよね。お父さんもレスラーでもいいなと思いますけどね。生まれ変わっても。いやいや、大使のお嫁さんがね。いや、嫌だよ。だけどね、向こうにしたら、お母さんが自分の義理の母がジャガーさんなら嫌だろうね。まあ、それは間違いない。絶対嫌だろうね。ずっと敬語使ってるんだけど。はい、じゃあ次お願いします。性格のせいか、いいことより悪いこと、嫌なことばかり思い出します、うん、メンタル弱いですか。いやいや、それはね、あれですよ、危機管理をしっかりしてるとも言えますよね。はい、あまり悪く考えると体に良くないね。まあまあ、それはそうなんですけど、うん、全く考えないってのも大使みたいになるわけですよ。いや、あんたもだよ。脳天気すぎて頭に。でも、それが慣れたら楽しいよね。まあ、元からそうなんだ。いや、そうなんだよね、実はね。ないけど、あんまり、そう、ポジティブに考えるようになった方が人生楽しいんですよ、実はね。でも、人はどう考えるだろうっていうのを考えないと、相手の気持ちを汲んであげられないよ。またなんか、いい子ちゃんぶるね、本当にすぐ。だって、いい子ちゃんじゃない。早く長いとこ読んでよ。ジャガースさん、今日は気分乗らないんですかね。バレてるやん。バレてるね、うん、さっきの動画はつまんなかったから。洗い物お疲れ様でした。ありがとうございます。誰もやらないんです、ここは私がやらないと。はい、その通りです。はい、うん、ジャガースさん、コッシーはどうやって決めてますか。あ、そうだよね、それちょっと自分の好みで決めてるの、それとも提案されるの。こういうの行きましょうとか、うん、デザイン的っていうか、切り替えとかはデザイナーにこう同じ人に頼んでるんだよね。同じ人に頼んでる。なぜかというと、気やすくもう私の好みを分かってくれてるので。もう何年ぐらい頼んでるんですか。今のコスチュームさ、私が今こう短いタイプのをやめた時、うん、ロングにしてからだから10年ぐらい経つので、ね、ああ、そうですね。なので、まあ自分の好みというか、ね、先生ってせっかちさんとかね。その通りです。うん、そうだね、どっちかというとせっかちですよ。うん、女は待たないですから。はい、時間は消費されるもんでしょ、増えないですから。私、時間を大事。ママ友とご飯行きますか。少ないですね、今コロナ禍の。ママ友いないだろ。残念でした。小学校に、うん、の時のママ友、あんたのインターの時のママ友、うん、まあまあいるよね。繋がってええやろ。いますよ。何言ってんの、高野由里さんだってママ友だから。たまにやめるんだよ。そうね、高野さんもそうだよね。これ結構意外でしょ、皆さん。高野由里さんですよ。あの、すごい人でしょ、うん、我々もお家に伺ったことあります。優しいんですよ、すごく優しいですね、本当にね、うん、肌のことも気にしてくれてる。そうなのよね。清水先生はジャガーさんのことを二人きりの時は何て呼んでるんですか。はい、あなたですね。なあ、お前、お前。でも本当ですよ、あなたって大体呼びますよ。だってジャガーさんは誰のことをさ、ヒロニーって呼んでるよ。呼んでないから。それうちのお母さんだよ。しかもね、最近呼ばれてんの。ヒロニーって呼ばれたの最近だから。それまで呼ばれたことないのに急にですよ。ヒロニーって呼んでる。ここ2年ぐらいかな。ヒロニーさん、本当に気分転換じゃない。わけわかんない、本当。どちらが、どちらからもうアタックしたんですか。僕らの結婚の話ですか。なんじゃね。あ、それ僕です。僕がガブリオリです。気持ち悪いんだよ、ガブリオリ。ジャガーさん、見た目怖すぎるけど、めっちゃ優しくて可愛い。ほんと皆さんね、そういう裏読みをされますけど、全く違う。全く違いますよ。見た目怖い、ほんとも怖いですよ。いや、違う違う、見た目怖い。現実、もう4倍怖い。4倍怖い。それはなぜかというと、怒らせるのはこの2人だけなんですね。ほんとは優しいと思ってらっしゃる。まあ、根は優しいかもしれないけど、家族にはこっぴどいですよ。もうだってこっぴどいぐらい失礼なんですよ。ジャガーさん出る時って、うん、なんかもうメディア出る時必ずなんかいい人なんだよ、はい、自分の本来の姿の100分の1ぐらい。ねえねえ、あんたちさ、3人いてさ、2人が性格悪いとか怖いとかって言ってたらさ、100分のジャガー、
あのまるでみんながそうやって信じるじゃない。いや本当だもん。まあね、それはまあ皆さんのご判断にお任せしますけど、あのね、そんな優しくないですよ。あのね、この二人には優しくないんですよ。実際会ってみたら結構冷たいね。いや多分ね、僕ら以外には優しいんですよ。うん、その通り。特に女性に優しいんですよ。実際実際会ってみて、うん、外でジャガーさん会ったら、うん、ぜひ声かけてください。冷たくないって。これいや。フレンドリーじゃないじゃん。昨日のね、コンビニ寄った時もジャガー。じゃが横田さんですかってあのおじいさんに言われて、はいはい、うん、あそうです、はいそうですっていう。ジャガーさんと先生の体に気をつけて頑張ってくださいね、はい、気持ち悪いからね、はい、うん、ほんと、ジャガーさんネックレスミスで、あ、ネックレスしてしてんだね。よいしょ。誰に買ってもらったの？自腹。あんたは？あ、そうですね、ルイ・ヴィトンは僕ですね。つかぬことをお伺いしますが、はい、生理痛はどんな、どのように克服してますか？あ、生理痛、うん、ないでしょ。今も上がってますけどね。平均した、平均、あのね、平均5ですね。あのですね、生理痛、私は生理前に痛くなったタイプなんですよ、なる瞬間に。なので試合した後に本当に失点抜刀するぐらいに痛くなって、もうなっちゃうと大丈夫なタイプだったんですよ、若い時に。耐えてるでしょ、痛みようなの。でも生理痛は本当に痛い、子供を産む時の陣痛に似てるんです。ジャガーさんですら痛いって言うんでしょ、相当。だから相当だよ。だから陣痛の下に寝込むっていうのはすごくよくわかる。女子すごいな。ただですね、すごいね、本当あの男の人がね、痛みに弱いっていうのは生理痛も出産もしないからって言うよね。いや、尿管結石が史上最高の痛みだと思ったけど、尿管結石と陣痛どっちが痛いんですかって、女性の方ね、両方やったことある人、うん、圧倒的に陣痛ですって言ったのを聞いて、うん、うわー、もう恐ろしくて耐えられんわと思ったね。ほんま、もうジャガさんね、テンション上がりまくりだよね。最初30分ぐらいいなかったら何なのって感じだよね。何言うじゃってた。いや本当にね、皆さんもうジャガーさんリスペクト派が多いから、もうあのいいね、ジャガーさんって羨ましいね。じゃあ再来週から私がやるわ。ジャガーさんみたいな女性本当に素敵です。今年60歳でめちゃくちゃ泡立って、いや本当思うんですけど、皆さんジャガーさんのどこが好きなんですか？妻褒められて嬉しいけども、そんなに好きなとこあるのかなので、本当に不思議なんですけど。いや、まあ、目が霞んでるとしか思えない。、ね、でも多分ですよ、この我々家族仲良くやってるじゃないですか。これ調和が取れてるってことはジャガーさんがいいからだなって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、僕がいいからですよ。自分で言うと下がるよ。いやいやいや、僕が家族のバランス取ってんすよ。大志くんのファンです。あ、初だね。お、初だね。いらっしゃるね。いや珍しいわ。珍しい、うん、あ、出た、星野源そっくり。いやいや、それは星野さん怒るから。本当にそれは星野さん怒るから申し訳ないです、本当に。ジャガーさん、メンタル強くなる方法なんかありますか？ね、メンタル強くなる方法。あ、そうそう、それ聞きたいよね、ジャガーさんがなんでメンタル強いのか。え、メンタル強いと思わないけど、自分じゃ。弱いと思うんですか？弱くもない。どっちかね、ほんま。まあ、めちゃくちゃ強いだろ。なんだかんだ耐えるみたいな。それめちゃくちゃ強いよね。この世ってこれが絶対大変と思うものがないからかな。でもいつから強くなるんですか？プロレスやってからですか？でも元は弱虫でいじめられっ子ですから、ね、いじめられっ子だからね。これまた意外だよね。よく私いじめたよね。今はもうどの面下げていじめたんだよって呼びたいぐらいです。しかもあれですね、5年以内ぐらいにそのいじめっ子から謝られたというね、ジャガさん。クラス会があって、クラス会でね、うん、なんと横田って呼ぶんだけど、横田、あの時悪かったなみたいな。俺横田に謝らなきゃいけないことがあるのよ。そしたらもう分かったな。勇気を出してね、その人もね、多分ずっとねしこりが残ってたんですよ、その方も。しこりしこり。それが胸の使いがやっと出る、うん、ジャガーさんも素直にそれで OK と許してあげる。これちょっと大人ですね。なんか今だったら許さない。ただね、うん、いや許さないってよりかもう時効だ。いいですよ、もうそれいいですよ。はい。なので、ね、ただいじめられてる時はやっぱいつまで続くんだろうって言ってやっぱ辛いんだろうと思うんだけど、決してずっといじめられてるわけではないので、強く生きてほしいですよね。明日からクリニックでワクチン接種始まりますね。あ、そうなんですよ。ついにコロナワクチンの接種始まります、うん、まあ大体ですね、1週間に320名ぐらいジャガークリニックでは接種を行います、うん、まあこれからもね予約まだできますので、もしご要望の方はまた連絡してください。
ジャガーさん人気なのがすごい。そうなんだよね、これがまたすごいんだよね。70まで行くんじゃない余裕で。まあ、僕もね、多分怪我しないね、ジャガーさんって基本ね、しばらく、まあ大丈夫か、うん、はいはい。そして次は7月もあるんですね。裏面に書いてありますね。あ、ちょっとあの、はい、他団体で、私ディアナなんですけど、他団体ですけど、なんと裏面7月29日は後楽園ホールで、はい、ジャガーさん出るね。ね、あの今ね、いろいろ任されてることね。7月25日はジャガーさんの誕生日、これも還暦興行ありますからね。興行じゃなくてパーティー、ね、あ、還暦パーティーですね。パーティー、まあ試合もあるので、うん、飯田橋にある、なんだっけ、エドモンドホテル、なんとかエドモンドじゃない、え、あ、コスモポリタンじゃなかった、違いますね。はい、じゃあ大使行こうか。あの、紙食べてる場合じゃない、それちゃんと録画されてるよ。そうそう、あ、そうか。はい、お願いしますよ、その変な格好も全部出ますよ。私は43歳なんですが、3人目欲しいですか、はい、と。欲しいんですでしょ。妊娠中、独症になるのが怖いです、うん、以前妊娠中になったことがあるので。あ、その妊娠すると高血圧、タンパク尿ね、まあ、そういうのが出てくると。矢川さんも出てましたね、タンパク尿全部出てたんじゃない。そうですね、私20キロ太ったからね。結構むくんだりして大変なんですよね。まあしかし、まあそういうのを差し引いても、お子さんに巡り合う嬉しさっていうかね、ありますね。やっぱり授かり物っていうのはちょっとね、でもね、耐え難いもあるね。でも私45で産みましたけど、はい、やっぱ人間はそんな弱じゃないです、強いと思います。なので私は何も怖がってなかったんですよ、うん、もういくつだからとかそういうの考えなかったので、ぜひあの強い気持ちでね、頑張ってもらいたいですよね。確かにね。なので弱気にならず、女は強い、人間は強いと思います。ジャガーさん身長はどれくらいですか。 158.5 ぐらいですかね。ねえ、意外に小さいんですよね、ジャガーさんね。皆さん大きく見えるでしょ。なんか僕が小さくなんか見えるみたいなんですけど、僕の方が大きいですからね、身長は10センチぐらいね。はいはい、そうなんですよ。ジャガーさんはどんないじめされてたんですか。なんか村八分みたいに、こう仲間に入れてもらえない。ああ、そうなの。男の子ね、男の子。へえ、大したことなくない。いや、つらいよ、あとは口でちょっといろいろ言う、あの欠点を言ったりとか。毎日やで俺。だからいじめなんだよ。いじめられてんだよ、じゃあね。俺生まれて小学校入った瞬間からずっとそうです、うん、でも気にしてないんでしょ。全く全然気にならないでしょ。お前ら何言ってんの感じ。ああ、強いね、本当にね。でもまあずっと続くわけではないのでね、うん、強くいきましょう。まずはね、いじめる人間よりいじめられる人間の方が強いと私は思ってるので。いいこと言うね、ジャガーさんはね。大丈夫です、私は強くなります。残りあと2分ですか。じゃ あ,、うん、じゃあ今のじゃ、はい、ジャガークリニックの進捗行ってじゃあ終わりましょう。あ、そうですか。はい、実はですね、コロナ陽性者ちょっとね、そこ終わってる感じですね。またちょっと微増な感じです。そして、まあ、コロナワクチンの接種も始まります。まあ緊急事態宣言解除後、また第5波が来ると専門家も予想してる方が多いですけれども、皆さんワクチンを打って早くね、早くワクチンを打ち終わって、新しいステージに臨みたいと思います。それじゃあ、掛け声で皆さん終わりたいと思います。ジャガー頑張ります。どうもありがとうございました。